皆さんこんにちは。こっち買取応援団団長です。本日はビジネスシーンにおすすめ60万円から80万円で買える腕時計5選という内容でお送りしてまいります。昨年も同じテーマで5本ほどチョイスしてお届けさせていただきました。今回は2020年版ということで改めてのチョイスでございます。60万円から80万円の価格レンジというと、高級時計ブランドの人気モデルもちらほら入ってくるレンジです。例えば今年話題になったタグホイヤーのモナコ、ブレスレットタイプのものがギリギリ圏内、オメガの新型シーマスターアクアテラ 38mm もこの価格帯に入りますと、今言った2本ももちろんそうなんですが、今回のテーマとしておすすめなものです。その他再現なしに選んでいくと収まりきらなくなってしまうので、今回は厳選して5本ご紹介していきたいと思います。本日も最後までゆっくりと楽しんでいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。憧れの時計ははるかに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では本題に入る前に、まずは諸条件からお伝えしていこうと思います。今回はビジネスシーンにおすすめというテーマです。なので思いっきりスポーツウォッチですみたいなモデルは外しております。最近はリモートワークの方も増え、スーツを着る機会減っているかと思います。しかしこんな時こそかっこつけたいじゃないですか。なので今回はあえてスーツスタイルで着こなしてほしいモデルを中心に選んでおります。あと価格帯なんですが、メーカー定価ではなくて新品の実勢価格にて60万円から80万円の範囲に入るものをチョイスしました。定価100万円のものでも時計店で70万円で購入できるものは対象としております。でその逆は対象外ですね。例えばロレックスのオイスターパーペチュアル41、定価は約60万円なんですが、現在の実勢価格は約100万円なので対象外です。あとはやはりつけていて気持ちが高まるもの。ビジネスシーンでの利用とはいえ、この条件は欠かせませんよね。相手を刺激せず自分を刺激してくれる、そんな時計たち選んでみました。それでは本題行ってみたいと思います。まずは1本目、堅実な時計作りが魅力の IWC よりポルトギーゼオートマチック40。ポルトギーゼは1939年、ポルトガル人商人の依頼によって作られたモデルです。悪路での移動中でも読みやすく壊れにくい腕時計が欲しいという要望から、小型で繊細な腕時計用ムーブメントではなく、大きく丈夫な懐中時計用ムーブメントを使用。結果、懐中時計を腕に巻いたような大ぶりなサイズ感が特徴の腕時計として完成したというのが起源になります。現行モデルの主軸コレクションはクロノグラフ、その他複雑機構搭載のモデルも多数ありますが、今回のおすすめモデルは極めてシンプルな三針日付なしというバリエーションです。これ初代の衣装を強く引き継いだ復刻モデルなんですよね。2度にわたる世界大戦の戦艦機、たくましく生きた商人がつけていた時計、その熱いアキンド魂を感じながらぜひつけていただきたい時計です。こちらケースサイズは 40.4mm 径 12.3mm 厚と、人気のクロノグラフよりも少し小ぶりなサイズ感、腕が細い方でもつけやすいサイズかと思います。防水性能は3気圧、パワーリザーブは60時間、メーカー定価は79万7500円、実勢価格は75万円前後です。続いて絶賛高騰中、年々買いにくくなっているロレックスでもまだなんとかこの価格レンジで買えるものがあります。 36mm サイズのデイトジャスト、ステンレススチールのバリエーションです。メンズのデイトジャスト、サイズが2パターンあります。そして素材が4パターンと展開が豊富です。その中でも最もビジネスシーンにおすすめなのがこちらのステンレススチール製 36mm サイズです。これが 41mm となると少々スポーティーな印象が強くなってしまいます。またホワイトゴールドとのコンビ素材になるときらびやかで目立ちすぎてしまう、業種業態によってはそれも可能かと思いますが、目立たない存在であることも大事かと思います。それ以前にどちらも今言った2本、これはですね今回の予算では収まらないんですけどね。さてロレックスデイトジャスト、このモデルの魅力なんですけれども、ロレックスが誇る腕時計3大発明を全て搭載しているということです。高い防水性能を誇るオイスターケース、両方向巻き上げの自動巻き機構パーペチュアル、そして24時に瞬時に日付が変わる機構デイトジャスト、この3つはいわばロレックスというブランドの輝かしい歴史を語る上では欠かせないものです。人気のスポーツモデルでもこの3つ全てを搭載しているものというと大体6割ぐらいでしょうかね。こちらのモデルは 36mm という小ぶりなケースに3つ全てを搭載しているんですよ。しかも80万円以下の価格レンジで、なんてお得なんでしょう。バリエーションですが、ブレスレットが2種類あります。文字盤カラーも4色あります。お好みで選べるのもいいですね。どれを選んでもスーツにはしっかり馴染むかと思います。ロレックスデビューにもおすすめな一本です。こちらケースサイズ 36mm 径 12mm 厚、パワーリザーブは70時間、防水性能は 100m。 気になる価格はメーカー定価で74万3600円から76万5600円。実勢価格は75万円から80万円ほどです。続いて3本目はこちら、クロノグラフの名手ゼニスより、世界初の自動巻きクロノグラフの一つとして1969年に発売された名作エル・プリメロのリバイバルモデル A384。 ゼニスといえばエル・プリメロ、エル・プリメロといえばモダンクロノグラフの礎と言われる名機中の名機です。かつてロレックスがデイトナを自動巻き化した時、使用されていたのはエル・プリメロをベースにしたムーブメントでした。またブレゲの再来と呼ばれる天才時計師ダニエル・ロート氏もベースムーブメントとして使用したほどです。1969年時点でほぼ完璧なまでの完成度を誇っていたんですよね。そのエル・プリメロが50周年のタイミングで当時のデザインを復活。金属の塊をぶった切ったような武骨なケースに端正な顔立ちの文字盤を備え、男らしくもどこか可憐な印象も併せ持つ時計に仕上がっております。そう、この独特な色気、エル・プリメロでしか出せないものなんですよね。他のブランドのものでもクロノグラフというとカーレスとのつながりが深いものが多く華やかな印象ではあるんですが、やはり色気でエル・プリメロに勝るものはない。ただエロいだけでなく硬派な印象もある。その色気の根源、これは復活のストーリーにあるものと思います。エル・プリメロはクォーツウォッチの登場により一時的に消えたものの見事に復活を果たしたんですよね。詳細はゼニス・エル・プリメロとは一体何者なのか、名機と呼ばれるゆえんに迫るという動画で紹介しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。概要欄にリンク貼っておきます。なかなか熱いですよ。で、今現在も経済的に苦境に立たされている業界が多いかと思います。エル・プリメロのごとく何としても復活してやるんだと強い気持ちを込めてぜひつけていただきたい時計です。こちらサイズは 37mm 径 12.6mm 厚、パワーリザーブは50時間、防水性能は5気圧。気になる価格はブレスレット仕様のメーカー定価で96万8000円。実際価格は75万円前後です。さて、ここまで3本見てまいりました。まずは王道ブランドにて、ブランドを代表する人気モデルであり、かつ硬派な印象のモデルをチョイスしてみました。ロレックスのデイトジャスト、しかも新型がこの価格帯で買えるというのはちょっと意外でしたね。最近のロレックス異常なほど高いですからね。エル・プリメロ A384 は公式のインスタを見てもスーツやジャケットで合わせている写真が多かったので、間違いなくビジネスシーンには合うものかと思います。ここからあと2本ですね。路線を変えましてきれいめ系のイケメンウォッチ、ここで選んでみました。行ってみましょう。5大ジュエラーの一角、フランス王室御用達のブランドカルティエより今年リニューアルされた新型パシャ・ドゥ・カルティエ。カルティエでビジネスウォッチというとイメージされやすいのはやはりサントス、もしくはタンクシリーズかと。そこをあえてのパシャですよ。パシャというとどうしても女性用のイメージが強いのではないでしょうか。しかしもともとは男性用の時計です。1943年、モロッコの王族から遊泳用につけられる時計をという依頼に応えて作られたモデルが原型。それが後にパシャというモデル名になって正式に登場したのは1985年のことです。発売初期は大多数が男性ユーザーで、後に男性用のパシャをつける女性ファッショニスタが登場し、そこから女性ユーザーが増えたという流れになります。そのパシャが2020年にリニューアル。1985年当時のデザインを踏襲しながらも内外装ともに大幅にブラッシュアップされ、また新たな完成形へと進化しました。その出来栄えは旧作のリニューアルというより旧作の上位互換という表現の方が正しいかと。近年のリシュモングループが得意とする機能的なブレスレットを装備しており、工具なしで交換はもちろん、なんとコマ調整までできてしまうという優れものです。前作よりも厚く設計されたベゼルはこれまで以上にスポーツ色を強く押し出していますが、そこはカルティエですよ。エレガントな印象は全く損なっていない、まさにセレブのためのスポーツウォッチなんです。スポーツのスペックを持つエレガントウォッチ、現代のビジネスシーンにはマッチすること間違いなしですね。10ミリを切る厚みも素晴らしい。シャツの袖にスッとなじみます。こちらケースサイズは41ミリ径 9.55 ミリ厚、パワーリザーブは42時間、防水性能は 100m、 耐磁性能は1500ガウス。そして気になるお値段はブレスレット仕様のものでメーカー定価78万1000円、革ベルト仕様のものは72万6000円、実勢価格は65万円前後です。さて続いてはこちら、世界最古の時計ブランドブランパンより創業地の名を冠したモデルビルレ。ブランドのコンセプトを強く反映したクラシックでエレガントなモデルです。今回ビジネス用としての時計選びなんですが、このくらいドレッシーな方向に振り切ってしまうのもありかと思います。多くのビジネスマンはラグスポウォッチであったりスポーティーウォッチへの興味が高いでしょうからね。ガチガチのスポーツウォッチをされている方も多くいらっしゃいます。最近はビジネスマンとてスーツを着ない方が多いことも理由かと思います。そこにあえてのドレスウォッチという選択、これは他と差をつけるチャンスになり得るかとも思います。ブランパンは創業から一度もクォーツ式や電池式のムーブメントを作ったことがなく、機械式時計のみにこだわり抜いてきたブランドです。一時休眠状態になった時期もありましたが、後に時計界の成功請負人ことジャンクロード・ビバー氏がブランドを復活させた際にも機械式時計へのこだわりを強く押し出しての復活劇となりました。そういった譲れない何かに強くこだわり抜く姿勢、こういったものは多様化が進む世界で生き抜くビジネスマンにも必要な要素なのかもしれません。こちらケースサイズは40ミリ径 8.7 ミリ厚、パワーリザーブはこの薄さで驚異の100時間、すごいですね。防水性能は3気圧、気になる価格はレザーベルト仕様のものでメーカー定価106万7000円、実勢価格はギリギリ80万円です。以上、ビジネスシーンにおすすめ60万円から80万円で買える腕時計5選お送りしてまいりました。個人的にはドレッシーな時計に興味があるタイミングなので、最もおすすめなのは最後にご紹介したブランパンのビルレです。あとは今回は入れませんでしたが、以前ドレスウォッチの回でご紹介したショパール LUC-XPS、 これも今回の価格帯での購入が可能です。なかなかの傑作なんですよね。外装も機械もとにかく仕上げが美しいと、まあ話がまた膨らんでいってしまいますので、今回はこの辺で。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それから Twitter もやってますので、Twitter のフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。